坂直義です。今回はですね、もうちょっとなんていうかな、優しいものをやりたいというので、これはマティス、ヘンリー・マティスの、カタログですね。ニューヨーク近代美術館が、やった展覧会のカタログです。まあ私が知ってる限りではマティスの一番いいカタログだと思います。まあマティス好きな人たくさんいるんで、そういう意味ではこのカタログを、まあ、お買いになるのは、いいのではないかというふうに思います。で、まあ、このトップにもこういうマティスのドローイングがありまして、マティスに関する評価っていうのがたくさんあってですね、例えば私がパッと思い出すんだと中原祐介さんが実はマティスに対して非常に冷たくてですね、彼が美術評論家を始めた時に団体展の批評とかそういうものをこう書くんですけども、その中で、まあ、マティスに対しては、まあ、たくさん団体展の人たちがマティスを、まあ、なんて言うんですか、マティスが好きで団体展の人たちがマティスについてマティスを真似したような作品って多いんですよね。でそういうものに対して、まあ、中原さんが、まあ、冷たかったというかですね。でマティスの、まあ、これ、こういう初期の絵があるわけですね。で、まあ、初期の作品ってこういう風なものです。まあ、後のだからフォービズムの、まあ、騎士としての、綺麗な作品に比べると、まあ、茶色で、まあ、地味な作品なわけですよね。でも僕たちこういうマティスを初期のマティスっていうのを見てないわけですよね。でその美術家を考えるときに一つの要素っていうのは、初めに全てありきでありましてですね、初期の作品をとにかくは見る必要っていうのはあるんですね。日本人の場合に問題はその日本人っていうのはそのなんていうのかな、基本の中に工芸に対するその高い評価があるんだと思いますが、若書きというものを、まあ、非常に軽視するという傾向があります。ですからその日本の美術館と欧米の美術館の大きな違いは枠書きを高く評価するかどうかです。まあ、現実には今に東京国立近代美術館でも、初期の作品をこうコレクションしてきてます。例えば村上隆さんの、初期のですね、タミヤの模型を使った作品とかそういうものは、現実には選んで買ってますね。私本物見ましたけどもあんまり良くない作品なので笑ってしまいましたけども、まあそのいい作品か悪い作品かっていうのは、まあ、評価は人によっても違いますから、とにかく初期の作品を、まあ、買っておく必要っていうのは、まあ、美術館っていうのはあるものだというふうに言えると思います。で、まあこれもたまたまですから見ますけど、これほら A の絵なんですけど、これはもう明らかに誰だっけ、A を描いた、シャルダンの A の影響ですよね。もうほとんど盗作というか模倣というかそういうもので、まあ、これマティスのだから、まあ、初期作品なんですね。彦坂直義です。今日はですね、簡単なものをやろうということで、簡単という意味はそのマティスのこうカタログを見ながらですね、これはニューヨーク近代美術館が出しているマティス展のカタログです。で、まあ、少なくとも作品集としてはこれが一番いいはずです、うん、もっといいものあるかもしれませんが、それは私は知らなくて、私が知っている限りに言えばこれが一番いいものです。で、まあ、マティスってこういう人で、まあ、こういうふうになんか白いわっぱり着て、なんかまあ博士みたいな顔をして学者みたいな。で、まあ、僕らはそういうスタイル含めてマティスという人が、まあ、なんていうのかな、非常に天才だっていうふうに、まあ、少なくとも村上隆さんが天才だって言って、うん、そうですね、うん、で、まあ、私なんかから見るとですね、マティスっていうのは私から見るとっていうのは、私の言語判定法っていう方法で見ていくときに、マティス、まあ、別に、中学生段階で見てますね。私はフォービズム100年っていう展覧会が中学生段階であって、で、見てますが、まあ、マティスって一般論的に言えば下手な作家なんですよね。あ、今出てきたので、こういう時期ですね、こういう時期、これはね、実を言うとこの時期になんていうかな、マティスの
題名も忘れてしまいましたけど、つまり重要な作品全部1枚の絵の中に描いたエッセンスみたいな絵があるんです。マティスの、うん、マティスの、それはあの、バンズファンデーションって、日本語だとバンズコレクションって言ってますが、バンズファンデーションっていうコレクションの中にあって、それは実は門外不出で、画像も表に出さなかったんです。あ、そうなんですか。で、私はそのアメリカに留学した時に実はそのバンズファンデーションに何度も行ってまして、うん、そこで見てるんですが、で、まあ、最近はそのお金の問題があってバンズファンデーションがオープンになって、で日本にも展覧会来てますので、うん、外に出るようになって、それからその作品コレクションが出てくるようになってきてるんですけど、まあ、それを、まあ、動画で言えば後から入れようと思いますが、このコレクションなんか入ってないからね、入れようと思いますが、これ辺はだからマティスらしい、フォービズムの絵につながるような絵が入ってるわけですが、ただ今ね、話として、まずマティスというものを僕たちが知るときに、初めに全てある気でありまして、初期の作品っていうものを、見ることが大切だという話をしたいんです、うん、で日本人の場合にはそれは大体しないんです、うん、日本人の場合には枠書きというものを軽視して見ないんですね。それで年取ってからの作品をいいものだというふうに思い込むというのが伝統的にあります、うん、ですから伝統的にはそうで、だからまあ私に対してもそうですけど、私が作った映画なんですが、一番最初に多摩美の映画研究会で作った映画を東京ワールドに映した時でも、名前は、まあ、嫌いな人とか忘れちゃったけど、小坂さん映画ですねって言うんだけど、それはだから本当に初めて8ミリ映画を作んなきゃいけない状態になって、うん、それで多摩美の映画研究会で1年生ですよね、うん、で夏休み前にみんなで映画作ってきましょうと言って、うん、作ってこない人は発言権なしと言って、で夏休み明けに作ってたのは私だけなんですよ、うん、その作品です。それで先輩に向かって、お前ら約束守んないじゃないか、出ていけって全員追い出しちゃったという、うん、で、まあ、1年生だけで多摩美の映画研究会を選挙したわけですね。でそういう時の作品なんですよ、うん、ところがそれをだって最初ですよ、最初、うん、何にも知らなくて最初に撮ってるんですよ。で作ってったのは私だけだっていうことはさ、まあ他の人たちみんな結局なんていうかな、まあ、何もやらないんですよ。大体その人は何もやらないですよ、うん、でそういう時に作ってった人間に対してさ、それを見て下手ですねって言ってさ、そういう価値観っていうの、うん、下手なものの評価っていうものはできない、うん、だからその人、稲健一郎ってバカなアーティスト、バカっていうのは失礼で、バカじゃないですよ、利口ですけども、まあ、だけど結局稲さんは、まあ、作家としてそんなに伸びないんですよね。そういうことを言ってる人って伸びないんですよ、うん、結局うまい作品を作りたいと思ってる人っていうのは、なんていうかな、うまいものを作ろう作ろう作ろうっていうと実際に作れないんですよね、うん、アーティストやりたかったら下手でもいいから描けと、うん、で下手でいいから描いてるのはマティスです。マティスは下手ですよ。もっと初期の作品見るとよくわかりますが、すごく下手な作家です、ね、こういうのもこれ図版っていうか iPhone 通して見るとなんか描けてるように見えますが、決して欠けてるもんじゃなくて、今糸崎さん見ててもそんなに魅力にある作品じゃないですよね。ね、うん、でまあ何よりも象徴界がないので、例えばこの作品にしてもこの iPhone の画像で見るとなんか欠けてるように見えますけど、実は欠けてない絵なんですね、うん、まあ、私逆さで見てるから、まあ、よりよくわかるというか、うん、そうですね、うん、ですからその作家としてまず重要なことは、まあ、とにかくうまくなかろうと下手であろうと、あるいは材料があるかろうと、まず作品を作っていくってことだけど、うん、それはね、うん、まあ、それをまずお勧めしたいということで、まあ、マティスを見せているわけで、うん、村上隆さんはマティスを天才だと言っていますが、私から見るとつまり私の言語判定法でいうと生命力判断っていうのをしてて、うん、そうするとマティスは生命力ゼロなんですよ、うん、で近代には生命力ゼロの作家ってたくさんいます、うん、ゼロであるってことはつまりなんていうかな、白痴の人みたいなもんでありまして、他にあんまり能力ないんですよね、うん、でピカソはね生命力100なんです。生命力マティス、ピカソの場合には実は非常に能力の高い人であって、で実際に作品で食べていくって言った時にピカソは苦労しないんですね。
作品がよく売れるんですよ、あの人で。マティスは売れなくて大変苦労した人なので、ですから、それで村上隆さんがマティスのことをその天才だっていうのは、実はこういう能力もない人に対して、魅了される、うん、だからその男が白痴の女性に対して惹かれるのと同じで、その能力のない作家に何かがあると思い込む、まあ、ラカンの言葉を使うと、対象はアーというので、その能力のない人も人を引きつけるっていう力があるんですよね。つまり強い人に対してみんな嫌なので、弱い人に対して、引きつけられると。でこの絵にしても、これまず背中っていうか、この表面から見える反対の背中があるわけですけど、背中は全然何も描けてないですよね、うんうん、ね。それからこれでもって果たして立ってるのかっていう、足で立ってないですよね、うん、分かんないのかもしれないけど、人体を描くっていう意味で言うとこれは描けてなくて、まあ、腰も描けてないですし、まあ、とにかく、まあ、開きっていうか、とにかく背中、ここに見えてない部分は描けてなきゃいけないんですね。あの絵画を写真のように描くっていう考えるのは間違いです。あの写真は一眼でしかものを見てないんですけどね、立体写真はともかくとしても、普通の写真っていうのは片目だけで見てるわけですから、僕ら人間っていうのは両目で見る、それから同時に両目だけじゃなくて知性で見る。だからこの女性は立ってるわけだから、立ってるっていうことを見なきゃいけないわけですよね。でそれは描けてないわけですね。だからまあそのまあ、マティスというその一応優れてるアーティストって言われる人だからこそ、まあ、大したことないよっていうことは重要なことでありまして、まあなんていうのか、過大評価をしないでほしいと。でさっきから言ってますけど、こういうものも実は遠くに川が流れて遠く行ってるわけですけど、ここに、まあ、手が入っていかないんですよね、うんうん。まあ、だからその、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチの手記によると、ね、絵画っていうのは、というのは知的に組み立てるものだと。そうです。だからその手仕事の画家っていうのは、伝統的なそのギリシャ、ヨーロッパでいうと下に見られたのを、知的な、ね、うん、哲学的な、哲学を基盤とした絵画に置き換えたのがダ・ヴィンチなんですよ。そこで平面なのに立体の空間が流れていて、うん、平面なのにこう人体のね、骨格などのあるような描かないと、それは知的な絵画とは言えないというふうにして述べられているわけですよね。でその教科書に載ってると、これはあんまり、まあ、考えてないですよね。うん、まあそういう範囲ではないんですよね。であとこれ今手元に用意してないから申し訳ないんですけど、画家ノートっていうマティスは一冊本書いてるんですよ、うん、画家ノートって、うん、これ結構私は読んで、あ、そうです、うん、私読んでないです、ね、どっか探すと出てきますけどね、うん、それでその、まあ、マティスの場合に かなり重要な言葉としてアラベスクって言葉を使ってて、うん、でそのセザンヌ見てもこれはアラベスクだって言ってるんですよ、つまりセザンヌがやっているこう空間の組み立てですね、あの場合には深いディープなロト状の空間を実は薄い空間に直していくっていう作業があって、でそのいわゆるピクチャーボックスってガバコの空間に、ガバコっていうのは、昔は油絵を買った時に油絵の入ってる箱があるんですけど、ああいう薄い箱ですね、うん、あれの状態にその深いイリュージョンの絵画を縮めて描くっていうことをセザンヌはやってるんだけど、うん、まあ、セザンヌっていう画家は今あのセザンヌのほとんどなんていうかな、セザンヌのいわゆるカタログレゾネが、ネット上に出てますので、それを見ると分かりますが、まあ、大変な画家でありまして、非常に幅広くいろんな絵を描いてる人なんですよね。でそういう力っていうのはマティスの場合にないんですよね、うん、だからまあもうちょっとだけ見ますけど、でその画家の音には何が出てるんですか、だからそういうセザンヌの苦労っていうのをアラベスクって模様だとも言ってるわけです。ああ、そういうことですか、うんうん、だからまあそれが、まあ、マティスのなんていうか絵の特徴なんだってことは言えますけど、うん、アラベスクにしてっちゃうんですね。なるほど。でまあ面白いのは面白いですよ、読んでる側で言うと、うん、こういう、まあ、フォービズムの作品にしても一種のアラベスクになるわけですよね。なるほど、うん、うん、まあこれも想像を変えた絵でありまして、だからまあまあね、大した絵描きでは
なかったというふうには思いますけども、だけどまあ実際にマティスってピカソマティスって言われるほどの作家ですから、大したことなくてそんなに名声を確立するはずはないわけなので、うん、ね、もうちょっと大したことあるんだっていうことは言えると思いますけども、うん、あとねマティスの、私はこのドローイング展をパリで見てます、うん、本当に巨大なドローイング展になりました、うんうん、それは実物で見てます、うん、でそれを見て私自身は思ったのは、あ、なるほど、まあ、まあ簡単に言うとこれだけ下手でもその書かなきゃいけないよなっていうふうに思いましたね、うん、こんなの湯村照彦みたいですよね。そう、うん、下手馬ですよね、うん、まあ、マティスって下手馬ですよね、あ、これなんですね、これがカラー、うん、カラーで今この図版載ってませんけど、うん、これがカラーで、あ、マティスのいろんな絵が、絵の全部、うん、全部が入ってるっていう絵なんですね、うんうん、本当に同じ構図ですね。そうですね、まあ結局こうマティスの描きたいものを ここにダンスがあって、う、ね、うん、マティスの描きたい絵をこう描いてるわけですよね、うん、まあ何もね、どうこう申し上げようと言ってるのではなくて、私が言ってるのはそのまあ幻想でねマティスが素晴らしいんだっていう、まあ、村上隆さんが言ってるように天才だっていうふうに思い込んでる人がいれば、私の役割としては実はマティスっていうのは生命力ゼロの作家で、近代には生命力ゼロの作家すごくたくさんいて、で生命力ゼロの人が引きつけるわけですけど、それはだからその失礼な言い方とか白痴の女性が人を引きつけるのと同じで、その能力がないから人を引きつけるっていう問題があるんですね。でそういうレベルです。でそれは近代美術というものはそういう面が強くあって、まあ、近代っていう時代が持っているその宿命的なヘンテコさがあるんですよ、うん、まあ、昨日あのファスト&スローっていう本を読んで、昨日の動画話しました、うん、これファストですよね。そうですね、うん、インスタントで早いわけですよね、うん、だからそのファストっていう感覚が近代とマッチしてるんじゃないですかね。まあ、この場合こういう、一応これで終わりにしますけど、こういうふうに2枚同じ絵を描くんですね、うん、でこっちが実は古い絵です、うん、これは一応創造会象徴会ありますけど、陽体、つまり温度ですけど、うん、温度がこれ固体で描いてるんですね、うん、でこっちは近代で描いてるんですね、うん、でそうこれ液体で描いてるんですね、だから、うん、まあ、簡単に言えば前近代の江戸時代の感覚で描いて、うん、こっちは明治以降の近代の感覚で描きましたと、うん、で2枚こういうふうに描き分けるっていうのをマティスは繰り返しやります、うん、で こちらのがフォービズムですね、うん、こっちはまあ陰影がついてて、まあ、古い絵なんですね、うん、で、まあ、なぜこういうことをやったのかっていうのは分かりませんけど、商業的な理由かもしれませんけど、でまあ本来の評価でいうとこっちをいい作品って言って、こっちをまあ、伝統的古い絵だっていう、うん、まあ、で結局、まあ、僕は分かんないですけど、お客さんの問題かなと、どっちを好んで買うかっていう問題があって、ただ2枚で描くっていうのは一つの態度で、いいか悪いか別ですけど、うん、態度だと思います、うん、つまり新しい絵を私たちは描かなきゃいけないっていう、うん、こうなんて切迫感みたいなのがあるんですね。とにかく古い作品でいいんだなって、だから今頃例えば今になってですよ、その100年遅れで印象派の絵を描くとかですね、ラファエロ・コランを描くとかですね、そういうのってのはまあ普通に考えればその愚かなことなんですよ、うん、まあただ普通に考えちゃ愚かだと思うことをやるっていうのは普通じゃないかもしれないから、高く評価するっていうのもあると思いますけども、それはねありえると思いますけども、まあそういうわけで、もう15分経ってますので、この後後半っていうかもうやります、終わります。